暗号技術において頻度分析とは平文と暗号文に使用される文字や文字列の出現頻度を手がかりとして利用する暗号解読法のことである。平文の言語の統計的特徴を前提とし暗号文のみを使用して解読を行うため暗号文単独攻撃に分類される。平文の一文字を別の文字に一対一で変換して暗号文を作成する単一替え知識暗号には 平文と暗号文で対応する文字の出現頻度が一致するという特徴がある。通常、平文の文字の出現頻度には顕著な偏りがあり、この偏りは文章によらずほぼ一定であるため、平文の文字の出現頻度と暗号文の文字の出現頻度を照らし合わせることで、平文と暗号文の文字の対応関係を特定でき、暗号文を解読できる。 使用される文字の種類とその出現頻度は英語やドイツ語、日本語など言語によって異なるので頻度分析を行うことにより平文の言語を推定することが可能である。さらに組織や個人によっても出現頻度に違いがある場合があり頻度分析の精度を向上させるのに利用できる。また暗号文は文字で構成されるとは限らず数字や記号が使用されることもある。 例として、平文の1文字に2桁の数を対応させるポリビオスの暗号表がある。この場合には、暗号文の数字2桁が平文の1文字に対応することを推定した上で、頻度分析を試みることになる。頻度分析が有効なのは、主に古典暗号の開示式暗号であり、旧世紀にアラビア人のキンディが執筆した暗号文書の解読に関する手記に、 この解読法の記述がある。15世紀頃にはルネサンスにより、欧州にも広がり、ビジュネル暗号のような多標式解示の考案の動機となり、20世紀に至るまで新たな暗号方式の提案と頻度分析をベースとする解読法の改良が繰り返された。20世紀初頭に開発された機械式暗号によって単純な頻度分析は適用困難になり、暗号解読は アルゴリズムの数学的分析を伴う研究へと変質していった。現代暗号では暗号文単独攻撃よりも厳しい基地平文や選択暗号文の条件でも安全であることを目標として設計され、ここでは平文の言語的な特徴を手がかりとする頻度分析は克服されている。頻度分析の考え方は暗号解読だけではなくて古代文字の解読にも利用される。 A 文字の出現頻度英語の一般的な文章の場合、アルファベットを数え上げて、ヒストグラムを作成すると、おおむね E,T,A,O,I,N,J,X,Q,Z の順で出現することがわかる。同様に2文字の場合、TH,HE,IN,E,R3 文字の場合には、THE,AND,ING,ION などの順で、 出現頻度が高いことが知られている。連接文字の場合、Q の次には U が出現するなどの条件付きの出現頻度に特徴がある場合もある。この特徴を連接特徴という、さらにスペースが判明する場合には単語の出現頻度を利用できる。暗号解読には出現頻度だけではなくて出現感覚も貴重な手がかりとなる。反復特徴には自己反復、相対反復。 一致反復、分内反復がある。詳細は一致反復率を参照。平文の文字の出現頻度は文章によって多少のばらつきはあり、暗号文が少ない場合には出現数の誤差も多くなる。暗号を使用するような組織では固有名詞や文体の影響で一般的な出現頻度と異なる場合もあるし、意図的に操作することも可能である。その例として E を 全く使用しないで書かれた小説も存在する。ふつ合、1969年、ギルバートアデア分け、消失英訳、1994年、解読作業は、出現頻度などの統計量を手がかりに、一文字ずつ、平文の文字を推定して、矛盾が出たら一つ戻って、次の文字を試すことを繰り返す。文字の推定は、出現頻度に特徴がある文字から割り当て、これには、 出現頻度が高い文字と低い文字の両方が利用できる文法上や前後の単語から意味を考慮して文字を絞り込めることもあるこのように頻度分析を実際に行う解読要因には単調な文字を数え上げ作業をこなす能力とクロスワードパズルを解くようなセンスが必要とされる第二次大戦時にはイギリスやアメリカは新聞にクロスワードパズルを掲載して 暗号解読要因の募集をしている。文字の数え上げ作業の機械化は、第二次大戦になって、IBM のマシンによって始められた。文学の世界では、小金虫や踊る人形などの暗号小説にて、このような頻度分析のテクニックが、謎解きの一場面として描かれている。頻度分析に関する最古の記録は、旧世紀の金ディによる暗号文書の解読に関する手記である。 この解読法はルネサンスにより15世紀頃には欧州にも広がった。当時の欧州ではシフト暗号を複雑にして変換ルールが見破られないように工夫した鍵付き開示等が使用されていた。頻度分析は開示表がどのように複雑であっても分析可能であり、これらの工夫を全てを無効にできる。16世紀には外交官に当てた暗号文の多くが 他国に解読されていたという。このように頻度分析によって単一開示暗号の安全性が失われると頻度分析への対策として次のような方式が考案された。参照、開示式暗号分類動音開示平文の1文字に暗号文の複数の文字を対応させ、その一つをランダムに選択して変換することで暗号文の出現頻度の偏りを少なくする。 1401年に同音開示が使用された記録がある。多標式開示、ビジュネル暗号など、複数の変換表を鍵に従って切り替えて使用する。平文の1文字に対応する暗号文の文字が変換表の切り替えに従い、変化するため、暗号文の文字の出現頻度が拡散されて、偏りが少なくなる。鉄字開示プレイフェア暗号やヒル暗号など。 複数文字を複数文字に対応させる。2文字を、ダイグラム、3文字のものをトライグラムという、暗号分の1文字単位の出現頻度を錯乱できる。これらの新型の返事式暗号、特に多標式返事は、手作業で行うには暗号化、複合処理が複雑なため、当初は敬遠されていたが、18世紀頃には採用されるようになり、 ビジュネル暗号は19世紀中頃までの300年近く解読不能と考えられていた。頻度分析で解読できないカえジ式暗号が広まると、それを打ちまかすように、複数文字の出現頻度の考慮や、鍵周期の特定など、頻度分析を改良する考案もなされた。カシスキーテスト1863年に、プロシアのフリードリヒカシスキが出版した書籍にて、公開。 ビジュネル暗号は単純な頻度分析では解読できないが、同一文字列の出現周期から鍵周期を特定することによって頻度分析を適用できることが指摘された。多標式解示では、同一の文字列に対応する暗号文は鍵の長さ分だけのバリエーションがあり、かつ鍵周期に従って選択されるため、暗号文中に同一の並びが出現する感覚は、 鍵周期の勾配数になる。鍵周期の勾配数となる値を複数個集めて最大公約数を求めると鍵周期を得ることができる。周期判定法とも言う。一致反復率1922年に米国のフリードマンが考案。鍵周期を特定して多表式返事に頻度分析を適用できるようにする点は可視スキーテストと同じだが鍵周期の長さを 統計量的に扱う点が異なる。暗号文からランダムに2文字を選んだ時に、その2文字が一致する確率から、鍵周期の長さの目安とする。確率的な指標なので鍵周期を特定できるわけではない。改良版も含めた頻度分析に対して十分安全と言える。カえ字式暗号が実現されたのは、ロータ式暗号機が開発された20世紀初頭になってのことである。 エニグマ暗号機では、鍵周期が263イコール17576と十分に長くなるように設計された。このような暗号機の多くも暗号機の使用上の特徴や暗号文の統計的性質を分析することで解読されていった。ありがとうございます。